新仮面ライダー本郷盲役に池松壮介。ヒロイン浜辺南キャスティング理由はカレンダー。新仮面ライダー対伊織の秀明敦志合同記者会見が30日、国立新美術館にて行われ、伊織の秀明監督による新仮面ライダー2023年3月公開のメインキャストが発表された。仮面ライダーに変身する本郷盲を演じるのは池松壮介。 ヒロインの緑川悪リコを浜辺美なみが演じるいよりの監督は池松についてオーディションですごく良かったんです。自分の中では50年前、仮面ライダーで藤岡弘さんが演じていた本郷のイメージがものすごく強かった。池松君だったら、それと違う仮面ライダーになってくれるんじゃないかとコメント。そして浜辺のキャスティングについては、実は部屋に東方のカレンダーを貼っていて、 その月がたまたま浜辺さんだったんです。その後、時けぐるいでの演技を見て、勘が当たっていたなと思いましたと意外な理由を明かした。